まあ、本当に一人ではないと思いますし、みんながそういったこう痛みを持ちながら今必死にこう戦っているんだなっていうふうに思います。夜は明けると思いますし、雨は止むので、本当にそれを信じて今はとにかく力を貯める時っていうふうに思いながら過ごしたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。無事に日本国内だけならず世界中でこのコロナウイルスとの戦いに勝ってですね、その後安心して外に出れるようになった時に、あ、やっぱりサッカーって本当楽しいな、戦うピッチの上で、ルールのもと戦う、ボールを蹴って点を取り合うって、こんなに面白かったんだっていうのを改めて皆さん思うと思うんですよね。一日少しでも自分の何かサッカーと誰のことを考えたりとか想像するでもいいと思うんですよね。そういうふうに今できるものを夢や目標に向かってできることを、まあ、努力っていうとなんかすごく大変なイメージになると思うんで、そういったものもぜひ楽しめるように、ポジティブに、あ、これ今やだなじゃなくて、あ、今じゃできることって何かなっていうふうに自分にこう探していくというか、何か考えていくっていうことにつながるかなというふうに思うので、ぜひそういうふうに取り組んでくれたらいいなというふうに。De que tenemos que valorar mucho todo lo que tenemos, que somos muy afortunados con lo que tenemos, familia, amigos, compañeros de equipo de, en el equipo de fútbol y de futsal, y que realmente este tiempo estoy seguro que nos va a hacer apreciar aún más lo afortunado que somos de tener toda esa gente alrededor que nos quiere y nos ayuda, ¿no? Entonces, esos sueños todos juntos los vamos a seguir persiguiendo entre ellos. 今ぐっと我慢しながらも、次また全員がこうサッカーを笑って楽しく喜びを持ってできるような日を待って、全員でサッカーを分かち合いながらその思いを爆発させて力に変えていきたいなというふうに考えています。頑張りましょう。一緒にボール蹴れる仲間の大切さとか、そういうありがたさとか、また思い切りサッカーができる今で本当にみんなで乗り越えていければなと思ってます。靭帯を切って3ヶ月できなかったこともありますし、まあ、そういう中でもこうできることをやって、その後ねサッカーできる喜びでそれまで以上にサッカーが楽しくなったり好きになったり、こう、ね、違うトレーニングしたことでそれがプラスになったりしたこともこれまでたくさんありますので、決して悲観することなくポジティブに、サッカーができるようになった日にはそれをその気持ちを爆発させてこう、ねエネルギーを注入して自分の成長とかこうチームへの貢献とかをできるように今から力を蓄えておいてほしいなと思います。今できることをポジティブに捉えてやっていくという、そういうこうメンタルでいてほしいなっていうふうに思いますね。練習が再開できるようになった時に、試合ができるようになった時に、差が出るのは我慢して、やらなければいけない時だったりとか、一人で人が見てないところで、隠れた努力をするっていうことが自分の成長につながると思いますし、自分で何よりもこう考えて、やるっていうことを実践してほしいなというふうに思いますね。いろんな苦難困難いっぱいある中で、目標を持ってやり続けることがすごく大切なので、今それが試されてると思って日々過ごしてほしいなというふうに思いますね。私も含めてみんなで乗り越えてきたので。